全国文芸ファンの皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。童話制作委員会の企画原作担当の清原です。本日の配信は朗読童話チャンネル73前半、朗読童話チャンネル73前半でございます。配信日時は2014年10月18日午後7時1分を回ったところでございます。ライブストリーミング配信サイトは FC2 ネトラジです。朗読童話チャンネル73前半でご紹介させていただきます。本日の童話制作委員会のオリジナル作品は、未来の木、稲穂守のお宮さんという作品の2作品となっております。声の出演は未来の木が、FC2 ネトラジのアイドル今崎くるみさん、そして、稲穂守のお宮さんが、著者朗読による配信とさせていただいております。下手な朗読になるかもしれませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。未来の木は6分54秒、稲穂守のお宮さんは6分53秒。配信時間でございますが、これはマスターテープ上の長さでございます。お使いの受信環境などによりまして、若干、前後するかもしれませんが、時間が前後するかもしれませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。本日の配信は録音しております。後日 Google 様が運営する動画共有サイト YouTube にある童話制作委員会の公式チャンネル童話制作委員会チャンネルにて動画形式でアップロードいたします。童話制作委員会のホームページにも動画を埋め込んでおきますので、本日の配信をもう一度聞きたいという方は、童話制作委員会チャンネルか童話制作委員会のホームページへご来場ください。本日もまずは前半40分ほど お届けして、そして後半は午後8時からの再スタートとなっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは朗読童話チャンネル73回目の配信、レッツスタート。今ここに僕といること
FC2 ネットラジひまわりストリーム YouTube をご視聴の皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。すっかりね、10月も半ばになりまして、秋らしくなってきましたが、お体の方は大丈夫でしょうか、ね、寒くなってきたので部屋をあったかくして、お聞きください。本日は童話制作委員会が企画配信するインターネットレディオへようこそお越しくださいました。本日も午後7時1分から午後8時40分頃まで、童話制作委員会の企画原作担当の清原がお届けしてまいります。当インターネットラジオは文芸、とりわけ児童書や小説、エッセイなどの魅力をお伝えするため、童話制作委員会によって、企画配信されております。お楽しみいただければ幸いです。当ラジオ番組では聴取者リスナーの皆様より番組への意見や感想をいただいております。関連 URL をクリックしていただきましたら掲示板をご用意させていただいております、ね、関連 URL をクリックしてぜひともコメントをお寄せください。ご気軽に投稿いただければ幸いです。また掲示板に童話制作委員会のホームページの URL、童話制作委員会のホームページの URL やツイッターのアカウントを掲載させていただいております。童話制作委員会のホームページの閲覧やツイッターのフォロー、それから童話制作委員会の YouTube の公式チャンネル、童話制作委員会チャンネルなども掲載させていただいております。そちらの方をご利用になっていただけたら本当に嬉しく思います。今日も皆さんと一緒に、この当ラジオ番組を、盛り上げていけたらと思っております。さて、手元のデータを見てみますと現在20人のお客様が今日はお入りになられています。よろしくお願いいたします。最高瞬間リスナー数は23人のお客様、そして伸びリスナー数は45名のお客様がご来場いただきました。今日は多いですね。ありがとうございます。たくさんのお客様がお見えになっていただき本当に嬉しく思っています。手元のデータでは番組数が現在32番組ということなので、32番組もある中20人のお客様にご利用いただけたことを本当に嬉しく思っております。今日もご一緒に楽しい時間を過ごしてまいりましょう。それでは本日の作品の朗読の方を早速ですけれど始めてまいりましょう。まずは未来の木という作品からご紹介させていただきます。恋の出演は恋のくるみ伝説でおなじみのあのネトラジのアイドル、FC2 ネットラジのアイドルである姫崎くるみさんに来ていただいております。恋の光がとってもキュートな声優さんでございますので、ぜひとも皆さん癒しの時間を提供できればと思っております。それではお聞きください。未来の木、恋の出演姫崎くるみ、6分54秒の朗読です。どうぞ。未来の木、清原敏夫。ある国にお金持ちがたくさん住んでる町がありました。しかし、この町は悲しみに包まれていました。それは他人を思いやる気持ちを知らない心の貧しい人々が住む町だったからです。この町で両親から捨てられた男の子が住んでいました。彼は幼い頃から必死で生きてきました。食べるものも着るものもなく、毎日ひたすら歩いて食べ物を恵んでもらっていました。ある
寒い冬の日、男の子は大きな家の前に立っていました。お腹が空いてフラフラです。どうか食べ物を分けてください。その家のおばさんは男の子のみすぼらしい姿を見ると、ぴしゃりと戸を閉めてしまいました。男の子は笑い声が絶えない家に行きました。寒くて凍えそうです。温かい飲み物があれば、どうぞ恵んでください。家の中から顔を出したおじさんは、うちは大家族で分けてあげるものがないんだよ、とドアを閉めてしまいました。男の子は一人で満月の夜の下をふらふらと歩いていきました。そしてとうとう歩き疲れて倒れてしまいました。空には美しい月が輝いています。次生まれ変われるならみんなから愛される命になりたい。ゆっくりと目を閉じていきました。月の光の中から天使が降りてきました。まあ、かわいそうな子。天使は男の子を土に埋めてあげました。そして、その上にみんなから愛される魔法をかけた木の苗を植えました。ある日、天使は苗に水を与えました。木は少し大きくなりました。ある日、月は優しく木を照らしました。木は大きく葉っぱを広げました。それを毎日毎日続けて、やがて100年が経ちました。天使は毎日木に正しく生きるように教え、水を注ぎました。月は毎日命を大切にするよう教え、光を注ぎました。そして、さらに100年が経ちました。その木は、素晴らしい巨木になっていました。その大きな木の周りには、多くの人々や動物が集まってきました。木は、暑い日には、人々に涼しさという憩いの場を与えました。木は雨の日が続くと人々に厳しい自然を愛する教えを説きました。木は嵐の日、風の中でも迷わず生きる知恵を説きました。木は雪が降る日、愛という暖かさを与えました。ある日、男の子とお父さんが大きな木の下で話しました。パパ、大きくて不思議な木だね。これは、なんていう木？これはね、
未来の木と言うんだよ。パパ、この木の実は大きいね。これはなんて言うの？これは命の実と言うんだよ。パパ、どうしてこの木はこんなに大きいの？真実に生きる尊さを知ってるから、こんなに大きいんだよ。私は、そんな木になりたい。お待たせしました。いかがだったでしょうか、ね、未来の木という作品を朗読させていただきました。さて、こちらが、掲示板の方で、今素敵なお客様がコメントしてくださっておりますので、早速ですけども読み上げさせていただきます。ちえこさん、いつもの常連のお客様に来ていただきました。きよさん、こんばんは。今日もゆっくり聞かせていただきます。ひまさきくるみさんの声いいなというね、素敵なコメントをいただきました。ね、ちょっとこの番組、フリートーク系ではないので、ちょっとお堅い番組になってはいるんですが、その中でもこのようにね、コメントしてくださるお客様がいるというのは本当に嬉しく思ってます。朗読系番組なんでどうしても固くならざるを得ないのかもしれませんが、本当にコメントしてくださることを嬉しく思ってます。皆さんもざっくばらんに、フリートークタイムのコーナー設けてますので、コメントしてくださると本当に嬉しく思ってます。さて、暗黒のですね、著者朗読タイムです。第8期放送で、いよいよ著者朗読の番が回ってきちゃったなという感じで、ございます。少しマイクの音質が良くないですが、お聞き苦しい点があるかと思いますけれども、ご了承のほどよろしくお願いいたします。時刻は今現在7時18分を回りました。あと15分くらい、前半はあと15分くらいで、終了となります。それでは引き続き、もう一作品を紹介させていただきます。稲穂守の御宮さん、和歌山県の南部、ね、地方を現地取材を行いまして、そして、地元の方に取材を申し込んで、ね、話を聞いたものをベースに作り上げた ある不思議なお話でございます。著者朗読なので、お聞き苦しいと思いますが、最後まで聴取していただけたら幸いです。また皆様からのご意見ご感想お待ちしてます。ちょっと堅苦しい番組でございますが、ね、朗読系番組なので堅苦しいかもしれませんが、ざっくばらんに進めていけたらと思ってます。それではお聞きください。稲穂守の御宮さん、6分、マスターテープ上の長さは6分53秒となっております。少し音量は小さいかもしれませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。それではお聞きください。著者朗読、稲穂守の御宮さん、どうぞ。稲穂守の御宮さん、清原俊夫。和歌山県南部地方、急峻な山間に囲まれた土地に小さな集落がありました。この集落の中央には川が流れ、川沿いには小さな田畑が並んでいました。ある年の秋、稲の収穫が目前という時、この地方を台風が襲いました。川沿いの民家や田畑が水没し、田畑のすぐ近くにあったこの集落を守る
小さなお社も水没してしまいました。台風が去った後、稲は洪水で倒れてしまい、もみは泥まみれです。お社も水没し、境内は泥で覆われておりました。収穫目前の稲が泥水で倒れている様子を見た村人たちは大きくため息をつくと、はぁ、田畑も荒れてしもうた、氏神様も泥まみれになってしまい、すまんこっちゃのう。そばにいた別の村人が、そうじゃ、神様を水の来ない高台に移ってもらうのがいいんと違うかの。これじゃ神様に気の毒じゃ。集落で話し合いが行われ、社のご神体を高台へ移すことに決めました。洪水のあと、片付けも一段落した秋のある日、社を移すため神が宿るとされる御神体の石を持ち上げようとしました。ところが重たくて一向に持ち上がりません。うんしょ、うんしょ、えらい重たい石だ。村人は若い石を三人ほど連れてきて運び出しました。男三人は汗を拭きながら御神体を高台まで持ち上げていきます。ずいぶんと重たい神様じゃ。そう言いながらようやく御神体を高台へ移動しました。はぁ、疲れた。これで神様も泥水に浸からないし安心じゃ。村人たちは安心したように家に帰って行きました。その日の夜、御神体の運び出しに関わった三人の若い衆が苦しみだしたのです。体がしんどい。若い衆の家族たちは心配でたまりません。三人が苦しんでいる様子を見て村人は医者に連絡しました。早速医者が来て見てもらったのですが、一向に苦しんでいる原因がわかりません。その様子を見ていたお年寄りが言いました。もしかしてご神体を勝手に動かしたのが悪かったんじゃなかろうか。三人は今日ご神体を運び出したものばかりじゃ。そうじゃ、神様は動きたくなかったんと違うか。村人は高台に移したご神体を元の場所に戻すことに決めました。翌朝、村人は高台に安置していたご神体を元の場所に戻すため石を持ち上げました。ご神体の石は昨日に比べると驚くほど軽く、一人で十分持ち運べる重さになっていました。村人は不思議そうに言いました。おかしい。昨日はあんなに重かったのに、今日はまるで違う石になったみたいだ。村人は一人で石を持ち、高台の坂を下っていきました。村人は、人間の力で神様の石に逆らうのは不可能なことなんだ、とつぶやき、勝手にご神体を移してしまって申し訳なかったです、と話しました。ご神体を元の場所に安置すると、それまで苦しんでいた三人の若い衆の体調は徐々に回復していきました。無理に動かさなくてもええよ。村人が正直な努力を重ねて幸せになれたら、それで十分。どこからともなく、ご神体の石を運び上げた
三人の男のもとで誰かが囁いたような気がしました。後日村人たちがお社に集まり、神様、勝手に高台へ移して申し訳ないですとご神体に手を合わせたところ、神聖な神気の流れは人間の力ではどうにもなるものではない、私たちはここに祀られて清流の気を受け、この国に住んでいる村人たちをいつも見守っているんだよ。だからここがええの、何にもせんで、村人が好きだからね。しょっちゅう神罰を与えるものではないし、怖がらんでええよ。静かな境内の中、村人たちの魂に神の言葉が響き渡りました。その日の川は静かなせせらぎで穏やかに流れていました。お待たせしました、ね。お粗末様でございました。著者朗読による朗読を聞いていただきました。ね、稲穂守りの大宮さん、ね、いかがだったでしょうか。それでは本日の作品、ね、時刻も19時27分ということで、あと残り8分になってまいりましたので、作品の解説の方をさせていただこうと思います。まず未来の木、こちらの作品は童話制作委員会初登場でございました姫崎くるみさんが担当しております。声の出演は姫崎くるみさんが担当されています。童話制作委員会のホームページにある無料で読める絵本に、掲載させていただいた作品で、もともとは絵本用に作ったものだったのですが、YouTubeにある童話制作委員会公式チャンネル、童話制作委員会チャンネルに作った時に何か紙芝居、ね、をアップロードしたら少しでもお客様が喜んでいただけるんじゃないだろうかということで、急遽収録、姫崎くるみさんに、テキストの朗読を依頼して、イラスト付きの紙芝居、ね、として、アップロードしたのが始まりでございました。この作品は、そうですね、私自身が、何と言うんでしょうか、創作活動でつまずいていた時に作ったもので、ございます。なかなかうまく、創作がうまくいかなくても諦めずに何度も挑戦して、最後にこのような大きな大木になりたいというような、著者からの自らに問いかけるようなメッセージ性の持った作品として、書き込みをさせていただきました。そして、もう一作品、稲穂守のお宮さんという作品、著者朗読で、朗読の方をさせていただきました。童話制作委員会、これは43番目の正規の作品として紹介させていただいております。稲穂守のお宮さん、このお話は昭和に実際に昭和の初期かな、実際に起きた和歌山県南部の山村を取材いたしました。現地の赴いて、事件のあった、赴いて、事件のあったお社がございました。地元の氏神様のような感じでございまして、小さく道路脇に、剣道ですね、あれは剣道脇に隣接している小さなお宮さんでございました。杉の木が植えておられまして、境内では杉の木が植えておられまして、樹齢はそうですね、100年ぐらいの杉の木がうっそうと茂る小さなお宮さんでございました。小さなお社でしたが、なぜか心が落ち着く、そんなお社でした。実話を元にしたお話となっており、これからも地方のこういう話題を集めてきて、そしてそれを再度構成して作っていくというのも面白いのかなと考えて、これから
どんどんと挑戦していけたらと言っております。さて、時刻が7時31分を経過いたしました。掲示板の方に千恵子さんという、ね、方が何度もコメントしてくださっておりますので、レッスン読みの方をさせていただきます、ね、どんな時でもどんなことにでも挑戦するキヨさん素敵だと思います、頑張れというね、エールを送ってくださいました。ありがとうございます、ね、こんなお堅い番組にもかかわらず、ね、朗読系なので、まあ、仕方ない部分もあるんですが、コメントしてくださる、気軽にコメントしてくださる千恵子さん、本当にありがとうございます。後半では初の声劇、童話制作委員会初の声劇、ね、声劇団体パステルというね、団体様のご協力のもと実現いたしましたので、そちらの方を聞いていただくことになっております。ぜひともご聴取のほどよろしくお願いいたします。そしてまたコメントが合わせていただきました。7時27分に千恵子様からコメントをいただきました。声劇作品楽しみにしてますというね、コメントでございました。ありがとうございますね、初めてなのでひょっとしたら不手際などがあるかもしれませんが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。またご一緒に後半の方も午後8時からお待ちしておりますので、楽しみに楽しい時間を過ごしていけたらと思っております。さて、時刻が7時32分を回りましたね。そろそろエンディングの方に入らせていただきます。エンディング、前半のエンディングは宝物を聴いて、宝物という歌を聴いていただいて、お別れしようと思います。まだ番組は終了したわけではございません。午後8時からいよいよ本番がスタートいたしますので、そちらの方で、ご一緒に楽しんでいただけたらと思っております。なんと前半は21人のお客様、そして、現在21名のお客様、最高瞬間リスナー数はなんと24名のお客様、そして延べリスナー数は84人のお客様に、ご来場いただきました。そして千恵子さん、ね、前半ではコメントをいただきましてありがとうございます。後半が今日は本編でございますですので、午後8時からご一緒に、楽しい時間を過ごしていけたらと思っております。それでは前半はこの辺で終了とさせていただきます。後半に引き続き続きます。後半もご一緒に文芸を楽しみましょう。それでは午後8時より朗読童話チャンネル73後半にてお待ちしております。それでは。何一つ確かな